組合会にはまだ仕事が残っているんだ。お前は喋んの。お前は喋んの。わかった。暴風のように吠える竜にっていうのが、君は休むと証のここにあるじゃん。ソロで追憶、暴風のように吠える竜にをクリアするって。これ何なんかなとずっと思いをしたわけないよ。で、結局風流廃墟だったわけよな。風流廃墟の、普通にこの中に入って、で、高いレベルのやつを俺はクリアしとったわけないよ。多分こっちかこっちかこっちかこっちをクリアしとるんじゃけど、これをこれでよかったらしい。これをとりあえずクリアしろということらしいんで、あとにも行くわ。そういうことなら、どうしようかな、どうしようかな。とりあえずシールド、シールド、攻撃力、これもう一人こいつにしようかな。まあ正直あと誰でもいいんだけど、まあレベルがそこそこいってればね。これでいこうか。急を要する案件？これで行ってみるわ。トワリンあんま好きじゃないっていうか苦手なんよな。やれるけどもよ。2はどんな感じなのかな。判決を下す。行け。よっ、健康よ、世の乱れを切り尽くせ。よーっ、メイドの礼儀に気をつけます。星5の生物ありがたいよ。2はこれくらいの感じだったらしい。なんか足場ダメージもそんな食らわんかったよね今。あ、しかもこれもらってる、これもらっとるわ、原型。ええや、ラッキーラッキー。おー、
こちゃんさんいらっしゃい。明日の週末イベントが出てます。日曜日には週末追い込みパーティーちょっと待って、週末追い込みパーティーが常設されてきたんだけど、先週もあったよね。明日猫集会、16まで上げるか。ガイアさん先上げようかな。ちょっとガイアさん上げようか。いやでもそうだな、でも星5以上の育てたいな、やっぱ。トガリン倒した早くないですか。いやあのね、なんていうの、簡単なやつ、簡単なやつだったんよ。2のやつをクリアせんといけんくて、どれだけやってんの、この前やったの分かんないけど5とかなんかそういう感じのやつだから、なんていうの、推奨レベルが低いやつ、低くても倒せるやつ、そうに挑戦する必要があったからやっただけだったんだけど、めちゃめちゃあれだった、全然違ったね。あれくらいだったら軽くいけるわ。まあそうだ、楽しめる程度のレベルのやつに行くっていうのは一つの手なんだろうな。ギリギリのところ行きたいなと思うからさ、まあ、もらえる報酬もでかいしね、やっぱそっちの方が。さっきくらいのだと楽しめるな。もうちょっと強くてもええかな。二人の強さが違います。そうそう、あんな違うんだなと思って。星と深淵を目指せ。ガイアをこんなに育てることになるとは。パソコンで入りました。了解です。気合い入れてたんだけど意外とすんなりだった。
無双の雷どこ、使っちゃおうかな。34じゃいけないんだな。どうしようかな。もうちょい四つ見るか。なあ、聞いたことあるかい。だからもうちょいなんだな。樹脂一個だけあんのか。どうしようかな。とりあえず今素材を集めるくらいしかないから、弓がないんだっけ。弓は足りてんだっけ。弓星を持ててないね。作っとこうか。追い込み発進パーティー、またエキストラポイントが即日になってます。ほんまに入るんかわからんのが怖いよね、あれね。怖いよな、その不安定さがさ。通常攻撃と銃撃が命中するとき攻撃力プラス 4%、 通常攻撃速度プラス 1.2%。 弓で通常攻撃することあんまないよな。銃撃は弱点に命中した場合移動速度プラス10、攻撃力36。これ強いやん、これでいいやん。育ててたら使う。石炭何個だろう。12だ。11。ふむふむ。石炭売ってくれるんよね、どっか。ちょっと見てみようか。ここで少し休みましょう。今お茶をご用意しますね。お砂糖はどうしますか。多め、普通、それともなしでしょうか。雑貨屋でに、購入可能。ダメダメ、リルク様のことばかり考えてしまう。
個くらいもし買えれば話早いんだよな。10個くらい買えるんだったらあと1個分普通に探してすぐ強くしたいの。高いんかな。高かったらちょっと考えるけど、どこになるんだろう。これどこだ。 UFO があって分かった。大体分かった。1500か、しかも5個か、5個か、5個ならいいか。日を改めれば多分もうちょい取れるから今日できんのなのええわ。なるほど。そこ赤白が手に入らないんだったらもうちょいかかるっていうことだから、そっか、もうちょいかかるか。こういうのパッとやってしまいたいんだよね。なんかもうちょいみたいなのが続くとなんかモヤモヤするから。切り替えよう。